はい、どうも皆さんこんにちは、グーです。それでは本日も今話題の最新ゲーム情報紹介やっていきましょう。本日はいよいよ10月31日に発売されますペルソナ5ザ・ロイヤルについてお話ししていきます。ペルソナ5は2016年に発売されたアトラスが手掛ける大人気 RPG の大作で、今回発売されるペルソナ5ザ・ロイヤルは新要素が多数追加された強化版の最新作という位置づけになります。ペルソナ5をプレイしたという方はもちろん、まだペルソナ5をプレイされていないという方でも購入を検討されている方は多いのではないでしょうか。今回はそんなペルソナ5ザ・ロイヤルについて発表されている新要素などの情報をまとめてお話ししていきたいと思います。今回はまずペルソナ5がそもそもどういったゲームなのかということをお話しした上で、今回ペルソナ5ザ・ロイヤルで追加される新要素などを順番にお話ししていく形で動画を進めていきます。本作の購入を検討されている方はぜひ情報のチェックにお役立ててください。それでは本日も張り切ってゲーム情報紹介やっていきましょう。よろしくお願いします。まずペルソナ5とはどういった作品か、ご存知でない方に向けて簡単に説明していきます。ペルソナ5とはアトラス社が手掛けるペルソナシリーズのナンバリング第5作目にあたる作品で、人の心を結ぶ怪盗団たちの物語を描いた RPG です。東京の囚人学園に転入してきた主人公が、とある事件をきっかけにペルソナという特殊な能力使いとして覚醒し、坂本龍二や高牧杏などの仲間と一緒に心の怪盗団を結成します。世の中にはびこる汚い大人たちの歪んだ欲望を具現化した世界パレスに侵入し、彼らの欲望の根源となっているお宝を盗み出して改心させる義賊として活躍することになります。そんな彼らが巷で起こった精神暴走事件という巨大な陰謀をめいた謎を取り巻きに、様々な事件に巻き込まれていくことになるんですね。その中で新しい仲間や協力者とのコープランクを上げ、怪盗団の影響力を大きくすることで主人公たちが成長していきます。ゲーム内の時間は1年に限定されており、日常では普通の高校生として充実した学生生活を満喫し、その他の時間は怪盗団としての力を成長させていくことにコンセプトが置かれた本作は、コマンド式バトルでありながらスタイリッシュに洗練されたバトルと物語の素晴らしい構成力で様々な層から高い評価を受けた PS4 の代表的 RPG ソフトと呼べる、そんな作品かと思います。それではここから10月31日に発売となるペルソナ5ザ・ロイヤルの新要素について情報をまとめて話していきましょう。まずは新キャラクターの追加についてからです。ペルソナ5ザ・ロイヤルでは新たなペルソナ使いとして吉沢かすみが追加されます。かすみは主人公と同じく春に囚人学園に転入してきた転入生で、新体操の選手として活躍しているという一面も持っています。主人公とどのような関係性を持ち接触をしていくのかは分かりませんが、彼女もまた物語の大きな鍵を握るペルソナ使いの一人です。彼女は信念のアルカナを持っており、初期ペルソナはサンドリオン、祝福属性と物理属性を得意とするペルソナで、その能力の詳細はまだまだ謎に包まれています。かすみ自身も謎に包まれたキャラクターであり、怪盗団の心を奪う行為に賛同している側面もあれば、一部否定的な意見のセリフを述べているシーンも公開されており、彼女が味方なのか敵なのかはペルソナ5ザ・ロイヤルで注目される大きなポイントであることは間違いないです。ペルソナ5ザ・ロイヤルでは新しいコープランクの対象者としてマルキタクトが追加されます。マルキは囚人学園で起こったある事件をきっかけに生徒のカウンセリング役として赴任してきた新任教師で、彼の持つアルカナは顧問官です。ペルソナ5ではゲーム内で登場する協力者それぞれにコープランクが存在し、各コープランクを上昇させるとそれに対応したペルソナが強化される仕組みになっています。マルキタクト、彼が追加されたことによって顧問官という新しいペルソナジャンルが登場しますし、新しいエピソードも追加されます。少しおっちょこちょいで穏やかな印象を受ける反面、どこか油断ならない雰囲気を醸し出すマルキ。彼が一体なぜ囚人学園にやってきたのか、そしてその正体は何者なのか、本編でもかなり気になるところになりますよね。そしてペルソナ5ザ・ロイヤルでは新ストーリーとなる3学期のエピソードが大幅追加されます。本編のペルソナでは12月25日に物語が終了し、1月から3月の物語は描かれない形でエンディングを迎えていましたが、今回のペルソナ5ザ・ロイヤルでついにペルソナ5の本当のラストが描かれます。現時点でその本当のラストとは真相とだけ語られており、そこで何が描かれるかは全く明らかにされていません。本編のペルソナ5の12月25日以降に一体何があったのか、それがこの3学期のストーリーでついに明らかにされるわけです。
新たな行事にお正月が追加され、怪盗団の仲間たちが初詣に赴く様子などが公開されていたりして、3学期に味わえる新たな学生生活も楽しいものであることは折り紙付きだと思います。ここでも本編に登場しなかった新しいキャラクターや新しいパレスが垣間見えているので、おそらくそのボリュームも決して小さいものではないでしょう。そしてこの3学期に登場すると思われる謎のイケメンキャラクター、現段階で名前は全くわかりませんが、彼のこのセリフ、これは本編をプレイされた方なら正体はお分かりですよね。そう、あいつです。ほぼ間違いなくあいつで確定ではないでしょうか。なぜあいつが人間の姿をしているかは分かりませんが、その他にも既存の仲間の新エピソードが追加されることも示唆されており、本編をプレイした方からすると楽しみで仕方がない部分ではないでしょうか。先ほど紹介した霞が大きく関わってくるのもこの3学期以降のエピソードだと思われますので、多くのペルソナ5プレイ済みのプレイヤーにとってはここをプレイするために今回のペルソナ5ザ・ロイヤルを購入されると言っても過言ではないところですよね。日常の学生生活においても新たな要素がてんこ盛りです。新マップでは吉祥寺や中野、品川といった新スポットの追加が明らかにされており、新たなデートスポットには水族館や本編にちょろっと登場したデスティニーランドと思われる施設も追加されるようです。新たなアクティブ要素ではダーツやビリヤードが追加されることも判明しています。吉祥寺の街にはジャズクラブ、寺、古着屋などが登場するんですね。このように日常の生活でも訪れる場所が増え、発生するイベントも多く追加されているとのことで、3学期のエピソード以外の部分でも新たな発見がたくさんあると思います。思い出の瞬間は写真に撮ってゲーム内の SNS で共有することもできるので、ペルソナ5内での学生生活がさらに楽しいものになりそうです。もちろん学生生活だけでなく怪盗団としての活動にも大きな変化が追加されています。パレス内のダンジョン攻略にはワイヤーを使った新アクションが追加され、新たな探索要素が盛り込まれています。さらに強魔と呼ばれる凶悪なシャドウが追加され、ゲーム内のバトルはさらにやりごたえが強く油断ならないものになってくることでしょう。強魔は非常に厄介な敵ですが、倒せば貴重なアイテムをゲットすることができるようです。絆が深まった怪盗団のメンバーが解放できる強力な必殺技ショータイムやバトンタッチで味方同士の絆が深まり、どんどんバトルが有利になる仕様など、これらをうまく使って強魔に対抗していくことが今作のバトルにおける攻略の鍵となりそうですね。バトルにはより難易度の高いバトルに挑戦するチャレンジバトルが追加され、こちらもクリアすれば貴重なアイテムがゲットできる新モードのようです。そしてパレスには石と呼ばれる謎のお宝が現れるようになります。この石は7種類存在し、各種類に赤、青、緑の3色が用意されています。同一種の石を3色揃えると強力なアクセサリーと交換することができるようです。そしてこの石と深く関わる存在がメメントスに追加されるジョゼという謎の少年です。ジョゼはメメントスにショップを開いており、パレス内に落ちてある花を彼に渡すことでアイテムと交換してくれたり、先ほど言ったアクセサリーを強化してくれたりします。さらにペルソナ5ザロイヤルではメメントスに追加されたスタンプ台を利用し、スタンプを集めメメントス内でスタンプラリーを楽しむことができます。集めたスタンプをジョゼに持っていくと認知変化でメメントスをカスタマイズすることができるようです。獲得経験値を増やしたり、敵が落とすお金をアップさせたり、より強力なアイテムが手に入ったりと、効果は嬉しいものばかりです。ジョゼはどうやら人間の勉強をしていると話しているそうで、一体なぜメメントス内に存在しているのか、正体は何なのか、もちろん不明ですが、少なくともメメントスの攻略を助けてくれる心強い味方であることは間違いなさそうなので、ペルソナ5ザ・ロイヤルでは彼のショップを存分に利用するようにしましょう。ペルソナ同士を合体させて新たなペルソナを生成するベルベットルームにも新要素が追加されました。各ペルソナに特殊な効果を発揮させることができる特性要素や、合体の際異様に部屋全体の雰囲気がおかしくなる合体警報など、新たなペルソナを作る際にもいろいろと変化が起こるようです。合体警報下ではペルソナの合体、強化、アイテム化、いかなる場合においても通常とは違う結果になる可能性があり、合体警報下でのベルベットルームの使用はそれ相応のリスクを伴うようです。こういったある種のペルソナ生成におけるギャンブル要素も追加されたのは非常に面白いと思います。さらにペルソナ5ザ・ロイヤルでは双子の看守カロリーヌとジュスティーヌと一緒に東京の街を巡ることもできます。彼らと一緒にお出かけすることは特別ゲームと呼ばれ、これまでは2人から出されたペルソナ生成のお題をクリアすることで高プランクを上げていくしかなかったのですが、2人と一緒に各地を回り仲を深めていくことも今回のペルソナ5ザ・ロイヤルではできるようです。
これはカロリーヌとジュスティーヌファンのプレイヤーにとってはたまらない新仕様ではないでしょうか。そしてつい最近ペルソナ5ザロイヤルの新要素として発表されたのがマイパレスの登場です。こちらのマイパレスはプレイヤー自身の思いや記憶が形となり集まった自分だけのパレス空間のことで、自分の好きなようにアイテムを配置し部屋の様子をカスタマイズすることや自分の好きなキャラクターの姿になって時間を過ごしたりすることができます。マイパレスのカスタマイズには P メダルと言われるものが必要で、日常生活やバトルで一定の目標を達成した証、アワードをゲットすることで手に入れることができるようです。P メダルを集めてより快適で豪華な自分だけのマイパレスを作ることを目標にするのも本作の大きな楽しみになってくることでしょう。マイパレス内ではこれまで見たイベントシーンをもう一度閲覧したり、特別なイラストであるキービジュアルを眺めたり、自分の好きなゲーム内の音楽をかけたりと、本当に自分だけのペルソナ5ベアを楽しむことができるようです。そしてなんとこのマイパレス内ではゲーム内の各キャラクターたちと一緒に大富豪を楽しむことができます。大富豪をしながら P メダルをゲットすることができるので、ゲーム内の時間進行に関係なく楽しみながらマイパレスのカスタマイズを強化していくことができるんですね。ゲームの攻略を忘れてずっと大富豪をしてしまうプレイヤーもたくさん出てきそうです。さらにダウンロードコンテンツでは、先ほど申し上げたチャレンジバトルにペルソナ3、ペルソナ4の主人公が追加されることが発表されており、それぞれの主人公とのバトルに挑戦することができます。こちらはかなり難易度が高く一筋縄ではいかないバトルになっているようなので、挑戦する際は限界までペルソナを強化した状態で挑みたいところです。さらにアトラス社作品の衣装が登場するとのことで、好きな衣装を好きなキャラクターに着せてパレス内を探索することができます。こういったダウンロードコンテンツが充実しているようなので、ペルソナ5ザロイヤルならではの回答生活が非常に待ち遠しいところではないでしょうか。というわけで以上がペルソナ5ザロイヤルで追加される新要素になります。本当に追加要素がたくさんありすぎてまとめるのが大変ですが、まとめはこんな感じになります。ペルソナ5ザロイヤルでは新キャラクターである吉沢かすみやマルキタクトが追加され、彼らを取り巻く新たなエピソードが追加されているということ、本編では描かれなかった新学期のストーリーが追加され、物語の真相を描く本当のラストが待ち受けているということ、日常生活においては新スポットが多数追加され、行ける場所、楽しめる場所がかなり増えているということ、怪盗団の生活としては新たなアクション、より強力な敵、チャレンジバトルが追加され、さらにやりごたえのある内容になっているということ、ジョゼという謎の少年が開くショップによってメメントスのカスタマイズが可能になり、ダンジョン攻略がより奥深いものになっているということ、ベルベットルームでもペルソナ生成の際に予想だにしない出来事が起こるということ、マイパレスで自分だけの空間を作りゲーム内の時間を忘れてペルソナの世界観に浸れるということ、豪華なダウンロードコンテンツが用意されているということ、以上で今回のペルソナ5ザロイヤルの情報のまとめとさせていただきたいと思います。本作はペルソナ5をプレイしたことがない方にもぜひプレイしてほしいです。ペルソナ5だけでなくペルソナシリーズは本当に物語の深さやユニークなゲームシステム、日常と非日常を融合した本当にクオリティの高い RPG 作品ですので、これまでペルソナ未経験の方は10月31日に発売される今作をぜひ買っていただきたいと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。おつぐです。失礼します。